冬月光蔵役の清川元です。こないだ新エヴァの録音最終日が終わった時、いつものようにはにかんだような笑顔で庵野監督が僕に向かって「長かったね」とおっしゃった時に、何か寂しそうな顔をしたように見えたんです。それを見た私も同じようになぜか寂しかったです。新エヴァのこととおっしゃいましたけど、何といってもエヴァンゲリオンは監督の庵野さんですよね。1990年調べたんですけど、31年前ですか、不思議の海のナディアで初めて役をいただきました。その時以来すごい監督なんだなって。それ以来アニメの仕事っていうのは一応増えましたし、一応稼げるようになりました。それまでも、まあ今でも同じなんですけど、芝居しかやってなかった僕になんでアニメを教えてくれたのか、その時わかりませんでしたけど、なぜか監督になったら僕を使いたいと思っていたそうで、ありがたいことでした。でも自分の世界に引き込むような庵野さんのいろんな思いっていうのは、今になってみるとエヴァを通して庵野さんが命がけで作ったんだなって分かりました。そんなことで僕をアニメに引き込んでくれたのは庵野さんのおかげですし、いまだにアニメをやっていられるのも庵野さんあればこそです。これからもいろんな作品を作っていくでしょうが、お元気でお過ごしくださいと庵野さんに伝えてもらいたいです。